どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。あ、すいません、まだ身だしなみが全然整ってませんでした。はい、今整いますので、はい、せーの、いいということで、じゃあ早速始めさせていただきます。で、今回はですね、動画のコメント欄に面白い質問をいただいたので、それに対して回答していこうと思います。ラムページソウルさんからいただきました。気になることがあります。ティッシュは1箱ずつ買いますか、それとも5箱パックを買いますか、という質問です。で、僕が面白いなと思ったのがこの次でして、石田千恵美さん、ミニマリストはティッシュ買わないのでは、トイレットペーパーで賄えるじゃん。はい、こんな感じでですね、まあ、この2人のですね、やり取りが僕はすごい面白かったです。それと同時にちょっと僕のこのミニマリストとしての特徴をシェアできるんじゃないかなと思いまして、今回ですね、ちょっと動画にさせていただきます。それがですね、まあ、僕の場合かもしれないんですけども、断捨離をした後に、1つで何役でもこなせるアイテム、これをですね、好むようになりました。はい、じゃあまず一つ何役でもこなしてしまうアイテム、その1なんですけども、早速こちらです。はい、このカメラですね。今これ YouTube 用に、まあ、撮影をしているわけなんですけども、僕はあの、お散歩しながらですね、お散歩するのも好きなので、なのでこのカメラを使ってですね、写真なんか撮ってインスタにアップしたりもしています。はい、次にこのアイテムです。まあ、このアイテムをあなたがパッと見た時にですね、まあ普通にこうお手洗いで使うものかなというふうに思うと思います。これ当然僕もお手洗いで使っているんですけども、鼻を噛む時にもこれを使っていますし、なんかここら辺が汚れてしまった時だったり、なんかこう床に何かこぼしてしまった時なんかは、もうこういったものでささっと拭くようにしています。なので僕にとってトイレットペーパーは地味に一つで何役でもこなしてくれる万能アイテムです。はい、次にこちらでございます。ちょっと使用感があるので若干汚いんですけども、僕はですね、このコップ1個しか持ってません。てか何か飲みたい時はもうこれしか使えません。朝起きた時にはこのリンゴ酢とレモンをこのコップの中に入れて、これを水に混ぜてこうやって飲んだりとかしますし、あとはプロテインをこのコップの中に入れてこうやってシェイクをして飲んだりしてます。なので僕はですね、液体飲みたいってなった時にはこれ1個です。ちなみにこれ、ここにですね、メモリがありまして、合計で 500ml 入るようになってます。あ、ちなみにこれ100均で買いました。次にこちらです。はい、カバンでございます。これはビジネスバックパックなんですけど、こうやって持つこともできるし、この後ろにこれもついてますので、こうやってかけることもできるし、まあそういったですね、背負い方、持ち方的な、一つ何役っていうやり方もできますし、まあ仕事として使ってもまあおかしくはないですし、プライベートでも普通に使えますし、まあちょっとオフの時間なんかに、外に出てスーパーなんかに行って荷物をバサバサと入れてこう持ち運ぶこともできますし、なので僕はですね、外へ出るときはもう肌身離さず持っています。これ1個で何役でもこなしてくれる、もう僕はですね、このアイテム1個で十分です。次にこちらです。リセッシュでございます。ですね、ここに香りが残らないタイプっていう風に書いてあるんですけども、ですね、こうやって吹きつけた時に実はですね、結構香りがします。なので臭い匂いを消しながら、逆にこうちょっといい匂いを醸し出せる芳香剤として、使わせていただいております。これめちゃくちゃいいんですよ。そう、ルノワール行くとですね、こう喫茶スペースがあるんで、めちゃくちゃタバコ臭い時があるんです。その時にやっぱこう服にタバコの匂いがめっちゃついちゃうので、うわ気持ち悪いなーなんて思いながら、これをこうシュッシュッシュッってかけると、タバコの匂いが一瞬で消えます。なので僕はですね、もうこれ惚れ込んでます。あとはここら辺の通信機器です。もうパソコン1台、スマホ1台、Wi-Fi 1台あればもう何でもできます。これこそもう1台何百役でもこなしてくれる、もう超もう僕はこれがないと生きていけないぐらいのアイテムです。じゃあ最後にですね、こちらですね、ドラちゃん。ドラちゃんが何役でもこなせるってどういうことっていうふうにちょっとあなたは思ったかもしれません。まあもちろんですね、こうやって家でパソコン作業して、ちょっとなんか煮詰まっちゃったなーってなった時に、ドラちゃんをパッと見ると、かわいいんですよ。このモフモフな感じにめちゃくちゃ癒されるんですよ。まあそういうですね、こうぬいぐるみ本来の役割はもちろんあります。あとやっぱこうクッションでいい感じの高さなので、こうやってドラちゃんを置いてですね、ああちょっと横になりたいな、眠りたいなってなった時にこうやってやりません。
そう、ドラちゃんはチャンネル登録者数が1万人になった時に断捨離プレゼントをさせていただくものなので、綺麗に保管をします、ちゃんと。まあ、なのでこのドラちゃん1台があればですね、まあ1台っていうなんかもうおかしい気もしますけど、でもロボットだから1台っていうのでいいのか。僕を癒してくれるし、あなたも癒してくれるということで、1台何役でもこなしてくれるドラちゃんです。ということで、いかがだったでしょうか。僕はですね、断捨離をしてからその数少ないもののその一個一個でいろんなことをしようと思ってます。他にももうちょっとこう、これ一個で何役でもこなせるアイテムっていうのはあるとは思うんですけども、パッと思いついたのがですね、これらのアイテム、まあこのカメラもそうですけども、まあそういうふうに思ったので、今回ですねこの動画を通して紹介させていただきました。他にもですね、あなたがもしこれ1個で何役でもこなせるよっていうアイテムがありましたら、ぜひ僕に教えていただければなというふうに思います。はい、ということで、もし今回の動画がちょっとでも面白かったです、参考になりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。